柴田海選手と栗島あかり選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ね、柴田選手、このオンラインでの取材はどうですか？家にいる分、まあ、質の自分が出しやすいのかなっていうのは。ちょっとリラックスできる感じで。はい、家モード。うん、栗島選手はいかがですか？はい、オンラインでのインタビュー初めてなんですけど、すごい新鮮、はい、これね、結構面白いですよ、みんなでワイワイやると。オンライン飲み会流行ってますもん。そうだね。お二人は最近何して過ごされてるんですか？柴田選手どうですか？まあ、家で映画を見たり、あとは子供と遊んだり。はい、お子さんは？まだでもちっちゃいでしょ？はい、今11ヶ月。じゃあもうハイハイしながら。はい、ハイハイとか、まあ、ちょっと使われ出しできるようになってきたんで、まあ、いろんなとこにちょっとハイハイしながら行ってます。いいですね。栗島選手いかがですか？私は今仕事が在宅勤務なので。あ、そうかそうか、仕事もあるのか。基本パソコンの事務作業です。なるほどね。トレーニングとかもされてるんですかね、柴田選手。はい、家の中で、まあ、狭かったり、下の方への、騒音とか、まあ、ちょっと難しい部分はありますけど。そっか、はい。そう考えると、やっぱ、じーっと体感をするのが一番いいかもしれないね。静かに、ね、なるほど。栗島選手はトレーニングは？はい、縄跳びとかしてます。あ、家でですか？縄跳び家の中ではできないです。ちょっと外出て、はい。栗島選手はあとなんかお家でやってることとかないですか？料理とか。最近 YouTube とか、まあ、見て、Instagram とかそういうので見つけた、まあ、簡単にそうな料理はちょっと真似したりしてます。柴田選手は買い物とかは行ったりするんですか？何日かの分をまとめて買うぐらいで、はい、まあ、僕もたまに料理やるんですけど。何作るんですか？一番最近だとハンバーグ作って。あとじゃあやっぱ家にいることが長いから、まあ、料理もそうだけど家の家事を手伝ったりということをしたりしてるの？そうですね、はい、家事とかはまあ積極的に。まあね、お子さん小さいからね、奥さんはやっぱりお子さんの手がかかる分、はい、その他のことをやれるからね、逆に言うとね。そうですね、なかなか試合とかでやれない分、今やってる中で、まあ、本当に大変っていうのは改めて感じました。そうなんですよ、家事してください。はい。ここからはボランチについて聞いていこうと思います。柴田選手は子供の頃のポジションはどうだったんですか？フォワードをやったり、まあ、前のポジションをやることが多かったですね。いつからボランチになったんですか？高校2年生の時に、まあ、本格的にやり始めました。じゃあ入った頃っていうのはもうフォワードで？あ、入った時はセンターバックで。あ、そうなんだ。なんでボランチになったんですかね？本当はセンターバックやるって言われてたんですけど、そう、ボランチに人がいなくて、運動量があったってことで、まあ高校大学ぐらいだったら、まあ身長がそんなになくても通用する部分はあるんですけど、やっぱりプロだと、まあ難しくなってくると思うんで、まあいいきっかけだったのかなと思います。なるほどね。栗島選手は、基本的にはでもどっちがいいとかあるの、自分の中では？私はダントツでボランチがいいです。はい、楽しいよね。楽しいです。サイドバックの楽しさもあるんですけど、まあ、ボランチの方が楽しいです、個人的には。いいですね。でも、ね、2人はいつ頃からサッカー選手っていうのを目指したんですか？強く意識したのは高校3年生の時が、高校の時はどうだったんですか？はい、スカウトはなかったんですか？それとももう大学行くって決めた？あ、もう大学行くって決めたんで、まあ、人としても、まあ、教えてもらえないような感じだったんで。でもそれ聞いちゃったら行きたくなっちゃうもんね。そうっすね、はい。なるほどね。栗島選手はどうなんですか？小学校6年生の文集とかには書いてました。サッカー選手になった。早い。じゃあ、なでしこジャパンが優勝した時っていうのはいくつの時？
あれ、9年ぐらい前、何年前だろう。やっぱでも見てたわけでしょ、あの瞬間っていうのは。うん、めちゃくちゃ見てました。どういうふうに見てました？すごすぎてちょっとよく分かんなかったんですけど、まあ、いつかは本当にこの舞台に立ちたいと思いました。栗島選手は昨年、なでしこジャパン初選出だったと思うんですが、どうでしたか？はい、なでしこジャパンはまあ小さい時から目指していた場所なので、選ばれたって聞いた時は、シンプルにすごく嬉しかったです。実際に試合出てどうでした？緊張しないように必死だったんですけど、はい、試合が始まってしまえば全然緊張なく入れました。ここで質問コーナーに移ろうと思います。いいですね。栗島選手から柴田選手に質問があると思うんですが、はい、お願いします。なんか初心者みたいな質問なんですけど、ボランチをやってる時に意識をすることは何ですか？まあ、2ボランチだったらもう一人の人とのバランスだったり、まあ、あとはチーム全体のバランスっていうところは意識してます。バランスね。栗島選手もやっぱバランスは気にします？あ、それは結構気にします。一番多分意識しなきゃいけないポジションかもしれないしね。柴田選手から何か質問ありますか？そうですね、僕も何を意識してるかっていうのは聞いてみたいですね。お、栗島選手は、あ、これ自分でこう質問考えて自分は何だろうって考えたときに、本当に同じこと言おうとしました。今だと攻守の切り替えがとても大事にしているので、そこは本当に意識してやってます。これサイドバックだった場合はまたちょっと意識が変わってくる？変わってました。サイドバックの時はどんなことを意識してるんですか？サイドバック1対1でまず絶対抜かれないことを、まあ、強く意識してました。まず守備を考えないとちょっとやってられなかったです。なるほどね。あとね、まあ、視聴者の方からも質問があるということで、ワッチーさんお願いします。同じミッドフィルダーの選手で参考にしている選手はいますか？まあ、誰っていうわけではないんですけど、まあ、やっぱり今一緒にやってる、はい、今レッツの先輩方の、プレイヤーを特に参考にしています。憧れとかはいたの？小さい頃の憧れの選手とか？あ、小さい頃から阿部さんに憧れです。すごい。プレーして話した時はどうだったの最初は？プレーだけじゃなくて人間性の部分も本当に素晴らしい人だなっていうのを感じました。そうなんだ。栗島選手はどうですか？チームメイトの、まあ、それぞれみんな特徴違うじゃないですか。そのいいところを見てちょっと盗もうとはしてます。最後に、あなたにとってボランチとはという質問をします。私にとってでいいですか？もちろんもちろん。はい、そうです。私にとってボランチは自分らしさを表現できるポジションかなと思います。その運動量とか、球際とか切り替えを求められるので、そこはまあ自分の長所としてやっている部分なので、まあ、自分らしさを出しているかなと思います。柴田選手はどうですか？チームにとって心臓かなっていうのは思います。攻撃にも関わったり守備にも、体を張って戦う部分も多いですし、運動量を求められる中でチームが勝利できるかっていうのはすごいボランチの選手が鍵を握ってるのかなっていうふうには思ってます。そうだよね。一番ボールを触るポジションでもありますからね。そうですね。最後にサポーターの方にもメッセージをお願いしたいんですけども、栗島選手からお願いできますか？まあ、とても大変な時期ですけど、これを乗り越えて、皆さん勝利と笑顔を届けたいと思いますので、頑張って乗り切りましょう。千葉選手お願いします。我慢の時期だと思うので、まあ、これを乗り越えてまた一緒にピッチで喜びを分かち合えるように頑張っていきましょう。母の日が5月10日ということで近いんですが、お母さんへの感謝の言葉をよかったらいただけないでしょうか？栗島選手から。多分お母さんこれ見てると思うんですけど、頑張り屋さんなお母さんなので、頑張りすぎずほどほどに休んで、これからもよろしくお願いします。親孝行できるように頑張ります。ありがとうございます。いいですね。頼もしい。ねえ、はい、柴田選手お願いします。柴田選手、なかなかこういう状況で会えてないけど、ピッチで
活躍している姿を見せられるように頑張るので、お母さんもこれからも、体に気をつけて頑張ってください。はい、ありがとうございます。でもね、本当に ね、その体に気をつけてっていうのしかないからね、今はね。そうですよね、皆さんね、スタジアムで会える日を楽しみにしてもらいますので、はい、ね、私もです、ね、今日はありがとうございます。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。